どうも、腎臓人間19号くんです、えー。今日の夜ご飯はこちらにしたいと思います。こちら、先日ご紹介した自家製梅酒の梅酒を作った後に残った梅です。えー、もったいないので、えー、かつお酒の風味が残ってて美味しいので、えー、今日の夜ご飯はこちらの梅を食べていきたいと思います。 味が濃いので、このゼロカロリーの、えー、サントリー、天然水、スパークリン、炭酸水も飲んでいきたいと思います。腹を満たすために、えー、飲んでいきたいと思います。美味しい、えー。ちなみに今日は日曜の夜、夜9時です。日曜の夜は超ピリブルー。 サザエさん症候群ですねまあ、誰でもね、会社行きたい人なんていないよね。梅なんだけど、結構硬いので、歯の悪い人はやめといた方がいいかもしれません。<music> 一粒食べるのに3分ぐらいかかる <laughs>。食べづらいですね。でも、満腹中枢が刺激されて、えー、ダイエットにはすごくいいかもしれません。うん。はい。 ということで、えー、今日も太陽の恵みに、まじ感謝、えー、ごちそうさまでした。体重120キロ切りまで、あと2日 2> <laughs> 人造人間19号くんでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。まじ感謝でーすバイバーイ聞いたらばーたー生歌。 今日は20回に一度のエンディング生歌でお送りしました。